はい、では行きましょう。メイヘム、まあ言うてもそんなにもうここ最近詰まってない。 Going up 80%。 早いな。9分、もう俺あの数字が嫌や、短いのも嫌やけど長いのも嫌や。うわ、何これ。うーわ、これは、え、左やな。あ、こっちか。うわ、何これ。うーわ、うーわえ、うーわ、何これ、なんじゃこりゃ。ちょっと待って、あんなとこに出るんやろ。家の日開けて、いやこれな、一個は懸念があって、これ止めるやん。はいはい、な、爆発させたら下行くね、ドンですよね。これユース、まず動き見る。これここどうなんのって話。これこれ、この階段は何なの。するはしないのか。これもういきなり何もないってことやな。こうこれ止めたらもう NG じゃないの。どういうこと。1個受け皿がある。1個受け皿があるな。1人、あ、いいのか。1人だけ生かすん、上から。いや、例えばさ、こここれあるやんか。いや、でもこれはどん、いや、数使いたくねえな。こんだけ爆破があんのもちょっと気になんねんな。ちょ、これ、そうこれ数な、使いたくないなと思って。これな、80やろ。爆破でさ、あの、開けるっていうことを前提にしてそうな気がして、うん、なんか嫌な予感するよな。例えばさ、これ止めどころな、ここで止めるとするやん、ここで。はいはいはい。で、次、上のやつをここキュッて掘らして、こっからまずはしご、それでとりあえずここの問題は解決するかなと。あーは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 ー。まず2人目をそこな、そう、ここで止める、ここで。で、1匹目です。ズドーンって割れて落ちてここ穴、最後、あー、それでもまっすぐ入るからな。いや、微妙やなこれな。でも箸があればなんとかならへん。ここ次第やな、こいつ次第やな。落ちるんじゃ、うわ。いや、こうはできるけど、落とし、試しといた方がよくない。ここに乗っかれんのかって話やねんな。こいつが試しとくで。こいつが日本じゃ爆発させました。で、どうなる、どの形になる。うん、そう。下にたまんちゃう、これ。こうなるわな。たまったらさ、そこ、箸かけたら、うわ、帰ってきよったね。箸かける。あ、こっからか。あ、右から左に。あ、なんか、爆破しとる。爆破しとる。間違ってもたやん。そうか、箸かけたらか。そうか、箸かけるか。かけたら、一応、箸としては繋がるけど、箸は数めっちゃ多いから多分余るよな。余ると思うよ。でも生かした、一匹だけ生かすんか。うん、まあでもそうやろな。まあでもそれ以外なくない。そうか、もっとここのギリギリで止めて、もっとギリギリで上だけ開いたら、もっともうスムーズにファーっていくわな。ああ、そうやな。もう超ギリやで、うんうん、ちょっとバクチやけど、だから2人閉じ込めるみたいな形でやれるかな。ああ、もうそれができたらもうベストやけどな。この辺で止めれたらな。それでも重なってへんだかもな、ある程度。これができたらな。あれあかん、オールフリーやん、これ。坂で止めたら行くんやな。坂で止めたら、から通るんやな。スルーしてしまうやん。ということはあかんな。じゃあもう最初からそれは使えないと して、もう下から行くルートを絶対に確保しておかなあかんってことやろ。なあ、もう
ほなもう爆破でいい話やん、一人行ったら爆破してしまって、やっぱあー、でも橋かける方がいい、いや、ほなもう橋かけ方法で行くわ、それで行くわ。あー、最初のもう、そのちょっと2、3個使うかもしれんけど、そうやな、もう そんなん気にしてんと、行こ、やろ、とりあえず向こう側やらんと、うん、とりあえず行ってみようか、まだこれでいいやろ、止めんの。もう左にも問題山積みやから、そうやね、もうそんなん言うてられへん、 だいたいここでな、俺この掘ってんのもどうなんかと、いかがなもんかと俺思ってんのよ、位置使ってんのもやろ、そう、位置使ってんのもこれもいかがなもんかと、正直なとこ使ったかん可能性もあるな、ここを爆破でやらんとかん、やっとかんと後でしんどいよという意思表示なんじゃないかと、これめちゃくちゃありえる、角のところで止めてな、犠牲者ゼロを考えてまうからな、どうしても、そう、あ、これって、まあ、大丈夫やな、入りおるけど戻ってくるな、ちょ、これどうやっていくの、これ、まあ、掘るやろ、さあどうなんのって話やな、おい、おどうすんねんこれマジで、これどうやんねんこれ、どうすんねんマジで、マジでどうすんねんこれ、ちょ待てよ、マジでどうすんねんこれ、ここまで行かなあかんねやで、上に掘っていく術なんかあるこれ、これ開けて箸なんか無理やろ、え、これどうすんねんマジで、ほんならもう根本的に違う、もっともっと高いとこから来なあかんねは、そうや、こっちや、こっちや、そっから来なあかんねは、こうや、こうや、こういうことや、こういってこっからや、打点、はぁ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 、もう一回そ、ちょ、考えて、あ、ま、いい、考えんでいい、いい、消してから考える。上、マイマイしとったらもうは、もう打とうぜ。じゃあ、なんか左のタワーみたいなやつのてっぺんぐらいをめがけていく感じ。うん。いやだから、そう、落ちた時点で下に土地があれば、あとは有してはしごかけてかけれるとこと、まあタワーのてっぺんが理想やね。タワーのてっぺんは理想やけど、ちょっとそれ狙えるかな。結構高かったね。計算してみる。多分。高さがちょっと見てみる、ちょっと見てみよう、タワーのてっぺん、あー、いや無理やん、え、これ無理やん、それどうなってんの、いけまへんがな、それもう上そんだけやんな、なんかわけわからんボールみたいなのが実際はこの辺来ることになるやん、こう、はもう一番上のツラーぐらいいかんと、これそれでもその高さだってこれがあんねんもん、一個だけ、そういうことか、そうそうそう、でこうツラー降りてきます、で、そこ行きます。行きます。こっからかけて、完全に繋ぎますよね。繋ぎますやろ。それは、もう戻して。そのボールは越えれへんよな。え？これ？じゃあその下のボール。それ、これ？そこ掘らなあかんちゃう。ここか。そこ当たって優勝やろ、多分。優勝ったら一番ベストやねんで。優勝った方がいいやもん、そうか、ここそうか、そうか。もし登るったらやばい。優勝ったら、優勝った瞬間、この辺から張ると、ベスト。で、立って止めてここ頭落ちるやん、で帰ってくるやん、で横掘りですよ、繋がらへんってもいいんやもんな、そうそうそう、あとはこの、あとここをはしごで、これあれやん、猫が嫌がるやつ、うん、猫が嫌がるやつだけど、猫が踏んだら嫌がるやつ、うちの猫はもうあんま嫌がっとらへんやつ普通にあるとここで、ここはさ、網の目こんだけなってて一見これ必要に見えるけど、ここは爆破でいけるはずやから、うん、これか、ここで爆発使うんかな、ここだから、だから爆破めっちゃむずいけど、うまく割っていかなきゃいけない、だからなるべく箸かけて超えたよな、余ってたら箸かけてって感じかな、こっちで相当箸使うしね、ここで、でここよ、まずはどこで止めてどうするか、何を求め、何を愛をさまようか、一匹出すねもんな、とりあえずうん、うん、まず右のルート開けなあかんやろ、上に行かさなあかんねんから、うん、そうやな、うん、ちょっと待てよ、これいきなりはしご使うことになるかな、こうはこういって割らさへんかったら、ほんまやんか、そこがよ、そうか、そうか、こうはしごやってはしごのやつ止めてここで爆破やな、あ、それが一番いいかもしれない、あんで天井を開けるって感じ、うんうん、それが一番いいかも、そうやったら他のやつに犠牲がいかへんから、
他のやつずっと止まったまんまで生きてられる。あーでもあかんか、止めとかなあかんのか。うわ全然高さ、もっともっと端からやらな、なんかそうやな。でも U 差し、あ無理か。一回止めて爆破してみようか。この足りそうやけどね。まあバーン行くやん、上は開くでしょ。上割れてくれると理想的やけど割れた。でそこに改めてこれで持ってくっていう感じかな。これ止めなあかんもんな、こいつらも。止めんのは後でもいいから、ここでもいいからな。ああこっちとかでもいいからな、止めることに関して言ったら。角度が悪いなぁ、6つ。これここに入れるのがまず至難の技やね。これまあこうつないでこっちから入れるしかないわな。これどうなんの、右行ったやつ。これもう向こう行ってまうんじゃん。嘘やん、帰ってきよるやろ。もうだってないで、死にようのこれ。先っちょないで、どうなるようになるな。死にようのかこれ、帰ってくるだ。ほらあ、ほんまや。これ時間クソあるからな、やっぱ当然そういうことになるもんな。逆や、逆やけど動かせへん。みんなこっち向きでやってまいるな。つなげようという意思のやつが全くおらへん。あ、一人一人いた。でまあ一回ここで止めとこうや。何してんねんもう。一個くそ、爆破するか、しょうがないな。難しいのこれ、難しい。これできればばらけてほしいんですけどもね。っていうかもっと早くこれはしご行かないとダメでしょ。高さ的にもう間に合わへんのこれ。あこっから行ってこの辺やで、せいぜい。思わん？そうやな。それちゃんと右どこのブロックか見とかんと。これむずいな。合わせられへんな。ちょ待ってよ、見とこうか。うん。どこに降りなあかんねや。だからそこやわな。この辺やで。その辺やな。だからいやほんまに上やから、今の高さでは絶対足りんから。え、これいける？この辺からや。そういうことやな。そこまで登らせなあかんってことやん。そういうことやな。登らせるのは一人でいいんやけどね。はあ。まあでもほとんどのはしごをもうここで使うことになる。それは左、そうか、左はもう U してからのはしごだけやもんな。そうそう、とりあえずいんの。あと、あーでもどうかな。じゃあまずその一人にやらせる作業を、うんうん、その方が見やすいと思う。いや一人の方がいいと思う。いいな。だって傘も一やしな。せやね。まあいやこの時点でってこと。ああそのああ作業自体をか。ここでもうこうしてしまう。後のことも考えとかんとやばいもんなこれ。これがだから右に行くんがまずめちゃくちゃむずいから、まあ一回だからじゃあこっからまず開けます。一回これ使います。うん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 。それが掘れるかどうかもな。うわー、全然高さがほら掘ったらそれ右。これが優させんのか。いやこれも一緒のことやもんな。これ掘ったら落ちるのよ。落ちるよな。やっぱり爆弾で爆破が現実的やな。2匹出す爆弾爆破が現実的やなっていうのがその5をやっぱ置いといた方がいいような気がするんやけどね。もう少し大丈夫かな。向こうで向こうで絶対必要なのは2つやねんか。鉄球をぶち破るのと上破っていくのと。ああそうやな。うんうん。最後は爆発でなんとかなるとは思うんやけど、この上に行きたいね。一気に行きたい。そこ多分行ったらまた帰ってくるんやろうから。一気に上に行くためにはどうすればいい。こうい
もう逆にこいつ帰ってきた、こことかで入れてまう。あー、ちょっと待って、なんで入らんの、もうだ。あ、もう全然、ほら、あー、もうこっちばっかり、もうくそー、これ3本使う、無駄に3本使う。でも その上で爆破ってことやろ。そうそうそう、それでいいんちゃうかな、最初は。とにかく上に全部出して、一回上を目指させるってことだよね、角度的に。ちょっと難しいか。あー、この角度難しすぎひん？めっちゃむずいね、ほんまこれ。いかんかな。あー、どうや、行ったか、行ったかな、行ったっぽいな。行ったらや、行ったら、次ラス1の人以外は冷たいから止めて、まあ、何人か犠牲になるのはまあ仕方ないですよ。まあ、いや、ちょうどばらけてるわ。だから、なるべくやったら、坂の上ではあかんのやろ結局。あかん、降りてくんな、もう、うんうん、一回止めるわ。で、でも、出発坂の上やで、橋。ああ、そうか。そうそうそう。だから、忘れてた。こっちで止めなあかんのか。そうそうそう、止めたいのは。忘れてた。だから、一匹だけ生かして止めたらいいんやな。一匹だけ生かして橋の下でもう。ちなみに、角度的にはこの辺ですか？そうですな。もうギリギリやからな、上。これをちょっと模索してみます。ここなんちゅうコースや。えぐいわマジで。よし、まあ形はできた、一つの形はできた。とりあえず箸は十分やな、やっぱ。もうかなり使えるな。ここでも、ここ最終爆破するやんか、そしたら落ちおるやんか。そいつらの行く道も、いや、でも、もう今は多分それはあるやろ。いい、たまたま今そこでやってしまったけど、まあ別に ほんまはここでやりたかったよ、この下の。そういうことやんな。でも今回でも行けたらもう行きたいね。これ破ってさ、って、横掘りさえ残しといたらこう復帰できる。ああ、いけんちゃ、いけんできるな、うん、で、ここは破るけど、こう橋かけたら、いけんのか、いけへんような。まあいいか、橋さえあればなんとかなると思うねんけどな。橋の数さえあれば、残ってれば。厳しい、これ。いや、これ角度がさ、この角度で橋かけれへんやん。めちゃめちゃ薄い角度になるやん。ああ、斜めっていうか、右の橋爆破で下以下して、うん、あんでこうかけたらいいのか、こうかけたらいいのか、こっからこう。そう、でも上が開けれたらな、上の橋が。でもそれもめっちゃ難しいと。あー、むずいな。それやったらだから左の下を。あ、でも上開いてんねんね、ここ爆発してから。ここを爆発させたらの話な。みんなこうダーッとここに落ちやるやん、みんな。それが楽かもしれん。こう繋ぐといいんかなって、うん、余ってたらな。それででも下のやつも救えんのかな。下のここ爆発したら救える、下のやつも。角度はめっちゃいいやん。ほんまやな。いや、これ箸に関しては職人やから、まず角度、これ奇跡の角度やん、ほらキーンってなったらどうする。奇跡の世代やん。これは奇跡の世代ですわ。す完全に狙ってたとこやわ。狙ってたとこや、マジで狙い通り。行く、はい。時間かかんぞ、これ。傘も出しといてね。あー、オッケー。いや、これめちゃくちゃ失敗したらめっちゃ辛いな。失敗したら辛い。いや、ちょっと長いで、これ。イメージしとこうか。まず降りてきます。降りてきます。
ここでユースしおると俺は踏んでるから、ユースしおったらはしごかけます、うん、で頭落ちるまでかけますで、はいはいはい、帰ってきます、帰ってきたところで掘ります、それで OK、 それでもう向こうで、ここで俺は橋かけたいんやけど、高さ大丈夫と思う？1個なら大丈夫やと思う。ギリギリ降りよる、この辺でかけて1個かけて降りよる、うん、あと橋連打してなるべくこっちに行けるように道筋を作って、うんうん、そうやな。で喋ってる間もまた来とらへんもんね、遅い。だってさ、動画さ、大体まあ30分弱ぐらいで俺作りたい、うん、レミングス見てんの、それぐらい が限界やん、うん、1日1個見たいの、うん、それでさ、これ9分やからね、このステージがそもそも9分スッとスタートしてもう9分間使うんやから、3回ぐらいのチャレンジしかもないってことやから、ほんまや、もう9分ってもう最長ぐらいじゃん、今までで、今まで最長クラスやな、9分を戻らなあかん、そのこのしんどさよ、9分戻す作業の、9分は戻りたくないこれな、中段場にこの辺で行ってたらな、多分な、この辺で切れてピューンと落ちんねんか、そう、一番あかんから、一番あかんから、だからこのギリは非常に、もうこれが最高のギリぐらい、上ないもん、残ってないもんな、ピクセルがもう残ってない、あ、ほんまやな、ちょうどやな、ちょうどや、上あれ、もうこの拳のところ、スレスレやん、カチカチのところに、これ登ってくるよったら楽やけど、無理やわな、あ、でも登ってもあかんのか、ここ登るよったら絶対あかんで、登ったらそこみんな次落ちてまうんか、誘させないといけない、うん、必ず誘させないといけないから、登る、これ誘、そっからで足りんのかな、足りんくても大丈夫、ちなみに絶対こいつは誘するから、こうフォローすればいい、いける、うん、どうせほらここ落ちてもさ、ここほな、ここ掘る、掘らんでも、ほんじゃここで誘させるやん、で橋かけりゃいい、高さ大丈夫やろ、これ今度はさ、あ、大丈夫やな、まあ一番オッケー、大丈夫なのはここを閉じるやん、閉じるっていうか頭当たって誘するやん、はいはい、すぐここで橋かければもう完璧やわ、間違いないけど大丈夫やな、多分大丈夫、高さ的には、でこれ使って橋が置いといた方がいいから、あんま橋を使いたくないよな、どうやどうや、いや橋が置いといた方がいいよな、右この4よりも橋がやんな、いや右でどんだけ使うか分からんもん、そうやん、そうやん、そうやん、だから右を確保してからここ考えようか、とりあえず詰まりよるやろこいつは、どっちにしろここでその方がいいかな、1個だけハスグルだよ、これでもう右を考えた方がいいな、あれはもう入りよるわな、うん、よし行くぞ、俺の作戦、まずはここを爆破、ここでこの辺から折り際でつなぐ感じ、でもこれ、それ下のやつも爆破しなあかんじゃうの、もう一匹あいつ爆破せんと、こいつやろ、そうそうそう、爆破して大丈夫やって、いける、あーでもここ、ここがネックか、あーでも大丈夫ですよ、こう帰りよるから、どうもどうもない、とりあえず橋を作っとけば、このやな、ここやな、ここの角度やなこれむずいな邪魔やねんな、あーやばいな、いった、いいんちゃう、いったな、いいんちゃう、いいんちゃう、角度は爆破していこう、おい入りよったぞ、ボインって言ったね、ボインって言ったな、一番になってるわ、大丈夫や、うわ、ないけんのか、繋いだらいける、おい、アコのためにめっちゃビビって貯めてたんやねん、なんやねん、俺めちゃくちゃビビって貯めてたやんけ、アコのためによ、全然見てなかったわ、左、よし、じゃどうよ、そこも繋いだらいいんか、そうそう、んでここを、もうここを繋ぐの、ここ、ここまで、じゃあおそらくやけど道ができる、これでほんだらこう行ってこう行ってこう帰ってくるから、そうやな、そうやな、いけたか、いけたかもよ、いやー、ええー、とこは攻めてるよ正直、いや、まあ、9分やからな、逆にそんなめっちゃきついことして、うんうんうん、そうそうそう、そんなわけないから、まあしてはらへんはず、そうそうそう数も多いし、そう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 、使う選択肢も多いし、じゃ見に行く、あ、こ、あ、こ、どうなって行きよったんや、そうやな、まだ、まだ見に行かんのめ、いや、木もやっぱり、やっぱりここやってん、この角度やったんと思う、やっぱ高さを出すってことか、そうそう、この角度がうまくいった時点で、このこの面はもうほぼこれがメインか、クリアと言ってもいいんかなっていう、左やと思ってたな、
左もあると思ってた、うん、左がきついと思ってた。高さは大丈夫やな、高さは大丈夫やな。ここでいらんイレギュラーな動きが起こって、なにこれ、あれボール隠れてるやん。どうなってる、おい大丈夫やな、怖っ。あれ背景なんやねん、あれなんやねん。ここどうなりよったんやろな、絶対行けへんと思うやん、これな。行くんかい、確かにそれはうちの猫も行っとったわ。やっぱ行くんやな、これは、うん、うちの猫も言うてもこれ置いてても行っとったもん、全然なあ、仏壇の裏に行かれたくないからめちゃくちゃ置いてあったのに行っとったもん。これの上で寝とった気持ち、なんちょっと気持ちいいぐらいの感じだった。ジャカマシはね。よしよしよし、いけたか。え、80%やったっけ。うん、楽勝や。ほら、諦めんでよかったやん。お前もういっつ、うん、全然足りてるし、しかもなんやったらは、箸も横掘りも全く足りてる。うん、だからまあ、アコだけや、ほんま爆発かうみたいなこと言ってる。アコだけのメンスは爆発買うって言ってた自分を外るわ。ここ全部いけへんくしてくれててもいいぐらいの難易度やで。いや、いけへんと思ったらこれはぐらいの回数を置いといてくれてるけどね。さあ、こっからそれの勝負やろっていう。そう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 。よっしゃ、いや、いったでしょ。おらららららいったでしょ。ほら96、楽勝でございますわ。よっしゃ、楽勝でございます。はい、ということで、メイヘム23クリアでございます。見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。